やれやれ。何か用ですか？どうぞ。くそ。よし。よっしゃ。じゃあな。
我が輩にいい考えがある。そういや、お、よし、頼んだぞ。へえ。なあなあ。何か用ですか？ありがとうございます。何か用ですか？どうぞ。よし。みんな分かってるんだろうな。期限は5月2日だぞ。あの城に行ってお宝を盗めばいいんだよね。つうかお宝って何なんだ？そこ説明してくれよ。お宝ってのはパレス主の歪んだ欲望の象徴だ。いわばパレスの核だな。取っちまえばパレスは形を失うはずだが、鴨下のお宝が何かは我が輩にもわからん。そのお宝ってどこにあるの？それも入ってみなきゃわからん。どうせパレスの奥底に御所を大事にしまってあるだろうさ。まあ大体わかったぜ。とにかくお宝を探せってことだろ？まあそういうことだ。
実際に行かないとわからないことも多いしな。とりあえず目標はパレスのどこかにあるお宝の場所を見つけることだ。不測の事態を避けるためにもできるだけ余裕を持って行動しろ。お前らの働き期待してるぜ。よし、行こっか。それにしても、ん？何？コードネームも決めねえとな。コードネーム？俺がスカルで、ジョーカーにモナ。アンドノの格好だと尻尾といい、この格好はもうなあ、お前どうよ？待って、その名前で今後呼ぶ気？絶対嫌だし。じゃあ何がいいんだよ。猫じゃなくてパンサー？割といいんじゃない？どういう意味だ？ひょう、めひょう。めひょう言うな。そんなことよりカモシだ。そうだったな、行こうぜ。じゃあ仕切り直していこうぜ。こっからはガチで行くぜ。おいおいお前たちに我が輩がパレス攻略のイロハを教えてやる。主よりお言葉です。囚人、戻りました。実に結構、私の言葉を覚えていたようだが、更生させる甲斐もあろうというものだ。もったいぶっているわけではないのだ。お前がなすべき更生の何たるか、お前が美学を共有する仲間と出会い、現実に自分の居場所を見出した時、その時に改めて話してやろう。それもそう遠くはあるまい。今回はお前への支援について案内させてもらいたい。お前はワイルドという素養によって複数のペルソナを扱うことができる。ワイルドは無限の可能性でもある。その素養の育成、我らが支援してやろう。そのためにお前のペルソナを処刑させてもらう。案ずることはない。ペルソナはお前の内なる人格、古き人格のいくつかを捨て新たな人格に生まれ変わらせるということだ。古き人格のいくつかを捨て新たな人格に生まれ変わらせる、それゆえいわばペルソナ同士の合体。では実際に試してみるとしよう。まずは1体目のペルソナを選ぶのだ。ではもう1体のペルソナを選んでもらうが、その前に重要なことを教えておこう。以前協力者との絆について話したことを覚えているかね。ペルソナは心の力、お前が育んだ絆が強ければお前のペルソナもそれだけ力を得る。ことにペルソナの処刑、すなわち合体においては影響は絶大だ。絆を結んだ者らとアルカナを同じくするペルソナを生み出す際、大きな力を得る。ペルソナを合体させる上での指針ともなるだろう。忘れないことだ。加えてもう一つ忠告しておこう。合体で今のお前のレベルを超えたペルソナを生み出すことはできない。そのペルソナはお前にはまだ扱いかねるということだ。合体の結果予測とも照らし合わせ、己の丈に見合ったペルソナを選ぶがいい。
これが合体後に生まれるであろう姿だ。スキルを継承させることで、もともとは持たないスキルも継承させることが可能だ。もっとも初めから難しく考え込む必要はない。まずは欲しいと思うスキルを選んでみることだ。引き継ぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって生まれるだろうな。これはこれは。我はアルセール、お前の中のもう一人の自分。今この場から消え失せようと、我は常に汝の傍らにある。お前の運命が定まるその時、またお会いし。見事なものだ。古きペルソナの血肉からより強いペルソナが生み出され、新たにお前の力となった。戦いの場へ赴けばよりはっきりと価値がわかるでしょう。ペルソナを集めてくるがいい。多くを集め、多くをここで処刑し、より強いペルソナを生み出していくのだ。そして力を養うことがお前の更生であり、やがて破滅に抗う重要な鍵ともなるだろう。更生がはかどるよう、処刑の方法はいくつかの祭儀から選べるようにしてあります。しかも貴様の励み方次第では、さらに新たな祭儀の開発も主は考慮されるそうだ。泣いて喜べ囚人。お前の心は着実に抗う力をつけている。更生は順調なようだ。実に喜ばしい。そこで私から贈り物を用意した。受け取ってほしい。よし。それは心の目を開き、闇に隠された獲物をも見透かす俗の技。今のお前なら使いこなせよう。より一層の更生に励むがいい。では望みがあるなら聞きましょう。構成は順調かな。ジュスティーヌ、お前閲覧なさい。異例な男、閲覧なさい。これですか。相応の代価はあなたの力です。これですか。相応の代価は必要。あなたの力です。これですか。
これですか？このペルソナを引き出すのですね。あなたの力です。終わりですか？なんだ、せいぜいあがけよ。どうした？お前いきなり棒立ちになって。んだよ、ぼーっとして。お前時々何考えてっか分かんねえよな。器がでかいってことにしといてやるよ。頼りにしてるぜ、ジョーカー。でどっから取りかかる？いつもの入り口からすぐの場所だ。あそこから先はまだ調べてないからな。セーフルーム？行きゃわかるって。んじゃ出発しようぜ。やるか。つけておこう。じゃあ、いいか？見せろ。俺はどうするつもりだ。先制攻撃、全肉弱点だな。うまく狙え。奪え。よし、お疲れ。よし、勝利だな。さて、手応えねえな。暴いてやる。何者？ひどい奴らだね。よし、こちらの先生だ。ジョーカー、敵へ撃破。さっしゃーさあーよっし、お疲れ。ご苦労様。うん、シャドウ撃破。ちょっと、余裕すぎだろ。
正体を見せろ。よし、まずお手本を見せてやる。よく見とけよ。この隙にバトンタッチで交代するんだ。戦略的交代だ。弱点をついて同じようにやってみろ。女の子は戦力が弱点。これはこいつは呪音属性に弱いようだな。よく聞け。だからって。じゃあ実行に移ろうか。正体を見せろ。よし。おお、こいつは。あ、手応えね。この扉は開かないか。暴いてやる。何者だ。よし、勝利だな。余裕だぜ。ジョーカー。怪しいな。じゃあ行くか。暴いてやる。何者だ。さて、研ぎ澄ませ。シャドウ撃破。ちょっと余裕すぎだろ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。
宇宙撃破。よっしゃ、さすが。次次。よし、何か。ラグビー、どこかに。鍛錬が足りねえぞ。書くか。